ラジオ時です。チャート力学基本操作の9番目です。それでも RSS がつながらないならここチェックというね、動画です。えー、RSS なんですけど、まず最初に申し上げておきたいのは、つながらなくても大丈夫です。<laughs> 大丈夫っていうか、これはあの、バッチにね、あのー、 え、株価データを読み込みたい、場中になんかのランキングが見たいっていう場合に必要なだけで、これがつながらないから使えないってことはありませんで、えー、終わり値ベースで使うんであれば、特にこれがつながる必要はないということですね。つながらなくても大丈夫。ただ、つながった方が便利ということですね。で、これがつながっても終わり値は取っていただかなくてはいけないんでね。で、えっ、ー、と、それでもつながらないっていうときは、だいたいこういう ケースだよっていうのをちょっとやっておきますけど、えっ、ー、とですね、えー、まず RSS 受信するために m ケ c s p 立ち上げますよね。で、MacSP でログイン画面出るので、ちょっとね、画面映してログインしますね、えー。パスワードとか出ちゃうんで。で、今ログインしました。で、えー、こんな感じでログインしてますね。はい。今ログインしてます。 えー、書面の確認かなか出てますね。やんなくちゃいけないですね。はい。で、えー、こういうふうにマーケースピが立ち上がりました。そして、この RSS も立ち上げとかなきゃいけない。RSS もダブルクリックして立ち上げます。これは、あの、えー、確認の仕方やりましたね。あの、画面出てこないですけど、ダブルクリックすれば立ち上がってます。えー、そして、チャート力学の方で、えー、ファイルメニューから RSS 受信すると、 エクセルが開いてないよって開く。そしと e エクセルが立ち上がって出てきますね。で、この時にですね、えー、最初に立ち上げた時に、この辺、この辺にコンテンツを有効化するとか、なんたらを更新するとか、有効化とか更新するみたいな黄色い帯が出てきてですね、 黄色い帯の右の方にボタンがついてる、そんな画面が出る場合があるんですよ、えー。初期にそれ出るかもしれないですね。で、そういう黄色い帯が出てきて、こういうボタンが出たら、それで有効化するとか、えー、更新するとかいうのを押してください。で、その後でさらにこういうのが出てきます。これ、更新するを押します。と、その後に、 さらに、こんなのも出てきます。で、これも OK をします。そうするとですね、えー、この後に、チャート力学と通信中ですっていう、この表示になります。これで OK なんですね。だからその最初にやった時に、この辺に黄色い帯が出てきて、更新するとか、コンテンツを有効化するとか、 一回押してもまた出てくるときあるんですけど、それを押していただければ、えー、大丈夫なんで、それを押してください。で、えー、チャートリキー使っている間は、これ閉じないで最小化してね、えー、今の最小化ボタンを押していただいて、これ最小化ボタン、こうですね、押していただいて、邪魔なんで、えー、最小化ボタンを押していただいて、えー、邪魔にならないようにチャートリキーをお使いくださいということですね。はい。 ということで、それでも RSS が繋がらない場合はここチェックという動画でした。えー、それでもダメだったらまたメールください。<laughs>